はい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 。勝ちましたね、ジャイアンツ。マジでね。本当に、いい勝ちだったと思うし、やっぱりグリフィンね、復帰してからすごくいいよね。それにね、今日で言ったらね、大城さんのあのタイムリーっていうのはね、非常に僕大きかったなっていうふうに思うし、気持ちいいね、やっぱり勝ちは。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたドラゴンズ対ジャイアンツの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。はい、まずね、すごくいい勝ち方というかね、まあ最後ちょっと追い上げられたっていう感じはありましたけども、まあやはり、まあ攻撃的なオーダーをね、ジャイアンツは今日組みまして、まあその作戦通りですね、まあ6回までに4得点というところをしまして、まあ、あとの、イニングをですね、まあ、最後、ちょっと追い詰められましたけども、しっかり、1点差というところで、逃げ切ったというゲームになっております。ではですね、今日の動画の構成としては、まず、得点シーン振り返っていきます。そして、前日からのね、オーダーの変更点を見ていきます。そして最後にですね、僕が、気になったところであったりとか、あ、ここどうなのみたいなことを、チャートであったりとか、配球のチャートであったりとかっていうのを使いながら、見ていきたい。この3本でやらさせてください。じゃあですね、まず、得点シーンをね、この辺あたりにね、画像を出しながら、見ていきたいと思います。はい、まずなんですけども、今日はですね、まあ4対3というところで、まあジャイアンツが勝利をいたしましたというところ。で、まあヒットに関してもまあ10本、ジャイアンツに関しては出てて、まあドラゴンズも7本というところで、まあジャイアンツね、非常に、マルチアンダーをね、してる選手が非常に多かったというところで、まあ打線もね、上向きになりつつあるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、得点シーンなんですけども、まず1回表ですね、ノーアウト1、3塁からヘルナンデスのこれ、ショートゴロのゲッツーの間にですね、偏差崩れで1点入りますと。やっぱこういう、地味な1点というかね、1点 OK だよというような守備体系での、しっかりね、まあ、まあ、ゴロを打ちに行ってじゃないけども、そういったところで1点を確実に取るっていう打撃っていうのは、非常にチームにとって大きいんじゃないかなっていうふうに思います。で、3回表ですね、2アウト満塁からこれ、大城さんね、これがでかかったね、これがでかいのよね。はい、これ、ライトへのね、ヒットというところで、僕は今日の、まあ、ヒーローはね、グリフィンと大城さんかなというふうに思ってるんですけども、まあ、このヒットがね、非常に、大きかったなっていうふうに思います。で、6回表ですね、2アウト1、3塁から丸さんの、センター前ヒットというところで、まあ、丸さんもね、非常にずっと打ってくれてるというところで、そのバッターが1番にいるっていうのはね、相手からとっても非常に驚異的なんじゃないかなっていうふうに思います。で、7回裏ですね、ノーアウト1塁から中田選手がこれね、ライトへ2塁打打ちまして、1点。で、それでノーアウト1、3塁から後藤選手のセカンドゴロの間にね、1点を追加されて2点取られるんですよね、この回ね。で、9回裏、ああ、これ2アウト1、2塁から大勢投手がね、若林選手ね、ピンチヒッターの若林選手に、まあ、レフト前ヒットを浴びまして、まあ、3点というところで、まあ、最後ね、ちょっと追い詰められたっていう感じはありましたけども、まあ、やはりね、まあ、大勢投手打たれてしまいましたけども、非常にね、まあ、ずっと安定感はありましたから、まあ、そういった時もあるんじゃないかな、とも思います。じゃあですね、前日からのスタメンの変更点などを、この辺にね、画像を出しながら、ちょっと僕の顔をね、覆い被せながらね、見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まずドラゴンズから言うとですね、あまり変わってなくてですね、今日はですね、昨日2番に、ライト後藤選手が入ってたんですけども、今日は6番に、入っておりますと。で、前日6番に入ってた、板山選手ね、セカンドの板山選手が今日は、出てなくて、セカンドに、田中選手、2番に田中選手が入っておりますと。はい、セカンドにね、田中選手入ってますと。で、ピッチャー昨日ね、高橋宏斗投手で今日はメヒア投手というところです。で、対するジャイアンツではですね、今日はですね、非常に攻撃的なオーダーを組んできました。昨日はですね、岡本選手をファースト、大城選手をキャッチャーというところでしたけども、今日は、岡本選手をレフトにやって、で、大城選手をキャッチャーからファーストに、やりまして、今日ね。で、岸田選手をキャッチャーに入れておりますと。で、前日、まあ、岡田選手がね、7番で、出てたんです。7番出てたんですけども、7番レフトでね、出てたんですけども、今日は岡本選手が、レフトに出るというところで、今日は出場を、先発出場はしておりませんと。で、ピッチャーは戸郷投手からグリフィン投手というところで、
まあそのこういった攻撃的なオーダーを組むというところは、まあいっぱいやっぱりね、打線が上がってきてほしいとか、得点が欲しいというところ、機能をね、やられてるんで、完封でやられてるんでっていうところだと思うし、まあその、裏の意味合いを言うと、まあ坂本選手にね、上がってきてほしいっていうのも僕はあるのかなというふうに思うので、まあ坂本選手を、まあ、使いながら、調子をね、やっぱ上げていくというか、やっぱり代打だけで上げていくっていうのは非常に難しいと思うので、先発出場もさせながらっていうところなんだね、ところなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ではですね、ここからですね、僕が気になったところであってとか、ここどうなよ、ここどうなのみたいな、ここプロの技だな、みたいなところを お話ししていきたいと思います。はい。まずですね、じゃあどっから見ていきましょうか。はい。じゃあ一回表見ていきましょうかね。はい。まず、丸選手がね、フォアボール出ますと。で、吉川選手が、センター前ね、左中間のあたりの、センター前打ちまして、これでね、ノーアウト1、3塁作るんですよね。これ非常に良かったですね。いい作り方ですよね。まあ、いつもこう、右打ちをすれば、1、3塁、ライト前で1、3塁作れるよというお話をしてますけども、こういった感じで、まあ、左中間に打ってもですね、足の速いランナーであれば、1、3塁を作れるという、非常にいい例だなというふうに思います。で、ノーアウト1、3塁で、先ほど言いましたけども、ヘルナンデス選手が、まあ内野が後ろで下がってたんで、しっかりゴロを打ちに行って、初球のスライダーを打ちに行って、まあそのゲッツー崩れというところで1点を獲得しますと。で、ワンアウト1塁で岡本選手の時にですね、5球目ワイルドピッチになっちゃうとね、で、ランナー2塁行くんですよね。ただ、しかしこの岡本選手がピッチャーゴロに倒れて、2アウト2塁と。で、ここで大塩さんのね、ライトフライなんですけども、打席の内容としてはライトフライなんですけども、これね、今日入った、後藤選手がね、ライトに入ってて、すごいいいファインプレーをするんですよね。で、これで、もし抜けてたりとかしてたら、非常にね、大量得点につながってたと思うんですけども、ここがね、守備の硬さというか、まあ、後藤選手はね、非常に、まあ、肩も強くて守備範囲も広いというのが定評ですから、定評ありますからね。そういったところは非常に大きい守備だったな、というふうに思います。でですね、次どこ行き、見ていきましょうか。はい、2回裏ですね。これ、グリフィンの圧巻のピッチング裏だと思います。まあ今日全体的に通して、まあ良かった。コントロールも良かったし、変化球も、ストレートに関しても操れてたと思うんですけども、まあしっかり2回裏ね、細川、後藤、山本というところをしっかりこう、3者連続三振取れたっていうところ、うん。まあ三振も結構大きく、多く取ってましたし、その変化球を意識させながら最後まっすぐなのか、まっすぐを意識させてスプリットなのか、みたいなところ、スプリット、スライダーなのかっていうところで、非常にうまい配球もできてましたし、キャッチャーのね、要求通りにもしっかり投げれてたと思うので、今日のピッチングがな、あったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、ここちょっと見ていきましょうか。ここ大事なところですね。3回表、ジャイアンツがまあ点を取った回、非常に大きい回だったんですけども、これもね、実はね、2アウトから始まってるんですよね。2アウトから。で、ツーアウトから吉川選手のライト前ヒット。やっぱこういうのも大きいんだよね。3人で終わるんじゃなくて、これしっかりこうな、こっから繋いでいく。で、得点を奪えるっていうのが非常に素晴らしいと思います。で、ツーアウト1塁からヘルナンデスの打席の時にですね、3球目スチールをしますと。吉川選手が。で、成功させると。まあ、この考え方としては、まあ、やはり、盗塁アウトになっても次、ね、次の回、ヘルナンデスから、1番、2番、3番、3番、4番、5番か。3番、4番、5番っていうところで、いけるんでね。まあ、アウトになっても、まあ、次の回、いい打順で始まるんで、というところでのスチールだと思うんですけど、そこでしっかり成功させていくと。で、ヘルナンデスがフォアボール。で、2アウト1、2塁で岡本選手がフォアボールというところで、まあ、ちょっと制球を乱しちゃうとね。うん。で、やっぱこういう時って、ピッチャーもそうだし、バッテリーからしても、やっぱストライク欲しいんだよね。やっぱり2者連続フォアボールの次の3人目って、同じこと3回もやれへんっていう風な、形はあるので、そういったところで大城さんね、まあ、キャッチャーですから、そういったところは非常にいい、読みができてたんちゃうかなというふうに思います。で、2アウト満塁で大城さんがね、これ、ライト前ヒット打つわけですけども、ちょっとここで配球チャート見ていきましょうか。ちょっとね、配球チャート見ていきたいんですけど、まあですね、やっぱり、先ほど言ったように、まあその、2者連続フォアボール出しちゃってると、っていうところで、大城さんの打席の中での、狙いがすごく明確になってたんちゃうかなというふうに思います。これ1球目チェンジアップボールで、スライダーがストライクになるんですけども、僕から見たら、あんまり反応してなかったというか、あんまりこう、なんて言うんだろう、打ちに行ってないことはないんだけど、あ、狙ってないなっていう風な感じはしたんですよね。で、それでワンワンなるじゃないですか。で、それでピッチャーね、やっぱりこう、一番ストレートに自信があるというか、一番ストレートで取れると思ってるんで、そこでワンワンからストレート行って、それを大城さんがヒット打つわけですけども、
やはり、まあ、ここで2者連続フォアボール出してるんで、次は、やっぱり出したくないっていうのがあるので、まあ、ワンワンというカウントでね、変化球言ってボールになったら、ツーボールワンストライクですから、余計厳しくなるんで、まあ、ここでストレートしかないだろうというところで、大城さんが振り抜いたというところで、まあ、非常に、いい狙いだったし、その狙った球をしっかり捉えられるという打撃技術の高さというところにもね、僕は、注目して、上げてほしいなというふうに思います。でですね、次ですね、まあ坂本さんがね、まあ空振り三振に終わってしまうわけですけども、まあ坂本選手ね、今日ちょっとまあなんかこう足を高く上げて打ってましたけども、ちょっと間合いが測れてないというか、ちょっとタイミングが合ってない感じはしましたし、うん、ちょっとね、まだもうちょいかかるかなっていう感じはね、正直しました今日ね。でですね、次はですね、どこ見ていきましょう。じゃあ6回表見ていきましょうかね。6回表、はい。ワンアウトからね、岸田選手がこれ、ライトへね、二塁打打ちますと、これもね、ツーストライク後アプローチと言いまして、ツーストライク後に、やっぱりこう、三振しないようにとか、変化球を対応するようにっていうところで、バッターって逆方向をね、打とうとすると、遅いボールであったりとか、速いボールにも対応できるっていうところで、そういったバッティングをね、することが多いんですけども、この岸田選手は非常にお手本のような、ツーストライク後アプローチというか、非常にね、やっぱり自分の役割が分かってるというか、自分のバッターの役、タイプが分かってるんで、そういうね、打撃っていうのが今年できてるんじゃないかなというふうに思います。で、ワンアウト二塁から、伊豆口選手のセンター前ヒット。で、ワンアウト一三塁で、グリフィンがね、これはスクイズというよりかは、一塁ランナーを二塁に送りたいという送りバントだったんですけども、これでバント失敗しちゃうとね、ちょっとね、これ雰囲気悪くなるじゃないですか。で、そこで、2アウト1、3塁からの丸選手のこれセンター前ヒットなんですけど、これちょっとチャート見ていきたいんですが、まあ、結局、丸さんって今年なんでいいのって言われると、僕は、あまり長打を意識してないところがいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もっとわかりやすく言うと、まあ、欲をあまり出してないというかね、うん。まあ、丸さんって非常に、まあ、フリーバッティングとか見てくださったらわかると思うんですけど、まあ、スタンドにポンポン、放り込むんですね。で、まあ、実際、30本以上もね、打つような力も、まあ、今でも僕はあるかなというふうに思うんですけども、それをね、あえて抑えてるというか、うん、ヒットを打ちに行ってることに徹してるんですよね。で、この時もですね、まあ、全球スライダーなんです。4球とも全部スライダーなんですけども、スライダーでボール、スライダーでストライク、スライダーでファールと。で、ここでワンボールツーストライクになるんですね。で、バッターからしたら、まあ4球目もうスライダーないでしょっていうふうに、まあ思ってるんですよね。で、ましてやね、ピッチャーが橋本投手で左のピッチャーですから、まあスライダーっていうのは非常にまあ打ちにくいと。自分の体に向かっても飛んできて、そこから曲がってくるんでね。なんだけども、まあ今までの丸さんだったら引っ掛けてっていうところが結構セカンドゴロが多かったんですけど、そこを、まあ、少し甘くなってきたとはいえね、それをセンターからちょっとやや左ぐらい、逆方向ぐらいに打っていくっていう、ちょっとハーフスイングというか、こう、ちょっとこう、なんて言うんだろう。思いっきりガーンって振るんじゃなくて、ちょっとこう、7、8割ぐらいでパターン、パチンっていう感じで打っていくっていうところで、そういったところが、なんかその丸さんの、その、なんて言うんだろう。今年の良さというかね。うん、ホームランをもしかしたら、確かにね、少ないかもしれないけども、でも一番バッターとしてもそうだし、打率もね、今1位、2位を争ってるわけですから、そういったところで非常にいい活躍が僕できてるのは、そういう丸さんのその打撃スタイルの変更というか、意識が変わってきたからじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、ツーアウト1、2塁から吉川選手がショートゴロで倒れまして、まあ、あれでしたけども、まあ、丸選手がね、グリフィン投手のバントをしっかりカバーしたというところ。まあ、これがチームスポーツのいいところではないかなって。一人のミスをみんなでカバーしていくっていうところだと思います。はい。でですね、じゃあ次どこ見ていきましょうか。これ7回裏見ていきましょうか。7回裏ね。得点をされた回なんですけども、まあ、先頭の福永選手にレフト前ヒットを浴びると、グリフィンがね。で、ノーアウト1塁で中田選手、まあ、今日までね、打撃内容があまり良くなかったです。で、この打席は明らかに変えてきてるんですね。どういう風に変えてきてるかっていうと、明らかに逆方向を狙ってるんですよね。で、バッテリーからしたら、やはり、終盤やってくると、インサイド、特にホームランバッターに対してのインサイドって、やっぱ慎重になるというか、なかなか行きづらいんですよね、ホームランがあるんでね。で、そこで、まあ、岸田捕手もね、まあ、外中心の配球になってしまうんです。で、それを、まあ、中田選手は自分はホームランバッターでというのは、やっぱ客観視できてますから、そのアウトコースの球というところをしっかり逆方向にね、強い打球を打っていく。まあ、この
打撃がね、中田選手ができるから、僕は長い間ね、現役で活躍されてると、されてるんだと思うし、これがね、こういう風な打撃をされると、相手チーム、まあ特にジャイアンツからしたら、非常に嫌だなっていう感じはしますと。で、これでツーベースで1点入るんですね。で、ノーアウト2塁で、またもね、細川選手がこれ、ライト前ヒットというところで、まあそのグリフィンのスプリットとか、スプリットであったりとか、そういう、変化球に対してね、この中田選手、細川選手、今日ね、全然あまりこれまでの打席っていうのは良くなかったですけども、やはり、この7回の打席っていうところは、中田選手の二塁打もそうですし、細川選手のね、ライト前ヒットもそうですけども、逆方向にしっかり追っつけていくというか、今まで変化球でやられてるから、逆にこう、ポイントを近くして、強く叩くっていうのが非常に、うまくね、打てたんじゃないかなというふうに思います。でですね、後藤選手が、セカンドゴロの間に、まあ、1点入ると。だからこの回2点入るんですね。で、ピッチャーケラーが出てきて、ワンアウト1塁でピンチヒッター板山選手をピッチャーゴロ。で、2アウト2塁でピンチヒッターこれね、石橋選手かな、高橋選手を敬遠ね。うん。で、ピンチヒッターまた石橋選手が出て、ファーストフライというところで、まあこれはですね、まあ、その、高橋選手か、まあ、石橋選手かっていうところを考えたときに、多分、高橋選手よりも石橋選手の方が、まあ、その、まあ、打力というか、まあ、抑えられる確率があるというところを、安倍監督がね、判断して、まあ、こういう采配になったのかなというふうに思うし、まあ、相手のね、ベンチの野手の人数であったりとか、そういったところを確認しながら、今までの立浪監督の起用法なんかも、予想しながらね、多分、おそらく次は、まあ、石橋選手が出てくるんじゃないかとか、言ったところでね、采配をされて、思い通りにね、なったというところなんですけど、やはりそういう、まあ、まあ確かにデータとか、もちろん大事だと思うんですけども、やっぱりその現場でしかわからない、その空気感であったりとか、そのピッチャーの状態と、バッターの状態とっていうところもあると思うので、そういったところで、まあ、保守出身のね、コーチの方がたくさん今ベンチにもいるというところで、非常にうまく、その采配といったところも連携ができてるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。で、8回表、藤島選手、8回裏、バルドナード選手。で、9回表、清水投手が出てきて、で、9回裏ね、大勢投手ね。で、9回裏、大勢投手ね。これね、ワンアウトから細川選手、またこれライト前ヒットなんですけども、やっぱり、先ほどのライト前ヒットもそうですけども、やっぱりこう、ホームランバッターでありながら、その、細かいバッティングもできるというかね、その、追っつけたりとか、変化球をマークしたりとか、で、そういうバッティングをできる、この細川選手の対応力っていうところが、僕は素晴らしいなというふうに思うし、本当になんか現役ドラフトでね、中日に来て、本当に良かったなというふうに思うし、この選手がね、DNA で埋もれてたっていうふうに考えると、やっぱり環境を変える素晴らしさというかね、そういったところって非常に僕思います。これも結局スライダー3球なんですよ。3球行って、3球目のね、スライダーをしっかりライト前ヒット打つっていうところで、非常に高い打撃技術をね、僕は持ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ワンアウト一塁から後藤選手のレフトフライですね、若林選手がファインプレー。これも大きかったですね。で、ツーアウト一塁から板山選手、これセンター前ヒット。これもスプリット行って、ツーストライクになって、で、1球ストレート挟んで、で、ワンボールツーストライクになって、で、スプリットをね、2球空振りしてるからもう1球スプリットで行ったんですよ。なんですけど、これが高めに浮いて打つと。で、板山選手も2回ね、スプリットを空振りしてるから、スプリットもう1球あるかもしれんっていう頭に入った上での打撃なんで、で、この選手もですね、阪神から来て、非常に、活路を見出してるというか、非常にいい活躍ができてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、2アウト1、2塁でピンチヒッター岡林選手、これ、レフト前ヒットですけども、まあ、これもね、フォークでストライク取って、で、ストレート、まあ、ちょっとボール気味かなっていうぐらいのね、アウトコースのボールを、これ岡林選手がヒット打つというところで、まあ、岡林選手のバットの軌道的にですね、まあ、アウトコースのボールに対して非常にうまく対応しやすいだろうなっていう、特に当てるのがうまかったりとかするバッターなんで、っていうのがあるんでね、そこはうまくバットを出していけたなというふうに思うし、まあ、大勢投手もね、まあ、ちょっと、連打というかね、食らってますけども、非常に、まあ、球自体の出力はね、あったんで、まあ、少しのコントロールミスかなっていうふうに思いました。で、最後、2アウト1、2塁で石橋選手が、サードゴロというところで、まあ、なんとかね、一打逆転というか、一打同点かなっていうところの場面をしっかり、最後はね、切り抜けたというところでございます。はい、てな感じでですね、今日はですね、まあ、非常に、まあ、その序盤での6回までの4得点っていうのが非常に大きかったと思うし、まあ、もちろんね、大城さんのね、
タイムリー。僕はそれ今日ね、ヒーローというか、グリフィンと大城さんがヒーローだというふうに思ってますけども、まあ初回のね、ヘルナンデスが、やっぱりこう、しっかりこう、内野が後ろの時にしっかりゴロを打ってくれる、まあ、ゲッツー崩れではあるんだけども、そういった、その、確実に、取れるところで取っていく、みたいな。だから、そういう野球って僕は一番広島が上手いんちゃうかな、っていうふうに思うんですけど、そういう、ところをね、100% 取りに行っていけるっていうチームって、必然的に上位にいると思うし、やはりね、ここからね、もうオールスター休みがあって、まあ、後半戦に向かっていくわけですけども、非常にね、これからも頑張っててもらいたいな、というふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わります。いつも終わってます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。